回転のかかってるスマッシュっていうのはもうほとんど取ってくるわけですよね。ですから回転をかけないで打てれるようなスマッシュが打てればね、はい、パーソン選手からのサービス、返した場合にも、はい、あの角度をちゃんと変えてますよね。もう一旦角度が合うとどんなボールでも入ってきますからね。それが打つ方がいろいろ回転を変えてですから、自分の打った回転が強ければ強く切れて返ってくる、はい、あんまり強くなければそんなに切れないと、はい、ノー回転で打った場合にはほとんど切れてないですね。そうですね、これは切れてますよね。そうだから相当持ち上げましたね今のところもね、はい、ことができるでしょうか。松田選手のフォア側を攻めます。ここは攻めてくるぞっていうところが、入ってる。あ、これ思い切って、これはどうにもならない、打ちました。あの上から叩いたじゃないですか、逆回転で打ったじゃないですか。はい、そうですね、シューンとなんかあの、だからさあ攻撃を仕掛けてポイントに、バックハンド、松下選手の2ポイントリード、打ち返したんですが入れることができません。非常に良くなってるんですよね。あのボールというのはこれはナックルみたいな感じ。ナックルじゃなくてね、回転かかってますね、カットができないタイミングの時にラケットを横に出してそのままあの全身回転で返す、はい、ね、あ、今のは素晴らしかったですね、切れてましたね、カウントは 7-5 となっています。体勢っていうのはどうしてもこう打ったら打ったままの姿勢になりがち。これですね。そうです。さあ松下選手、あ、いいですね、少し短かった、うまい、横回転サービス出したんだ。3球目強打を放ってポイントにしました。か、泳ぎませんでした。松下選手、あのやっぱり自分の頭の中の整理をするとか、相手が何を考えているか、はい、もう一度再確認しようと。そうですね、あのカットが特に浅くなった場合にはどちらに振られても振られ非常に分からないですから、返せる返せる、松井さん、ナイス、届くか、届いた、あっとスマッシュに、ネット、ネットイン、返されて、
スマッシュ決まった、ね、あの1ゲームずつでも取っていけるようになってくればね、はい、松田選手もあのまた自信が技術は向上しないということですよね。そうですね。ネットに当たって1時間何時間あっても足んないんですよ。これは入れられない。長いボール遅 れ,、はい、遅れてますよね。だからスマッシュとか強打につながってこないわけでしょ。いいカットだな今のは。あれ、あバックハンド、フォアへ返してるんですけど、フォア側までバックで回ってバックハンドですからね。さあネットに来た、カット、フォアのカットが素晴らしくいいですよ。ガチッと入ってますよ、ね、さあファイナルゲームスタートです。ね、バックハンド、うん、ドライブを打った。ドライブを打ったんで、あれからフラットに打てれば本当に一番いいんですけどね。ストレートでも。曲げたですね。入ってる。さあドライブを仕掛けて。取りましたね。入ってる。ああこれは。入ってる。お、こお、これはつ、はい、ね、お、取りました松下選手。松下選手対パーソン選手。いやー素晴らしい。そうです、はい、今日の松下選手は本当素晴らしい。